pair of jeans, a shirt or two.撮っとかないとね。バッチリ撮ってます。今んとこちゃんとあの流しておいてくれる。あ、餌をこどしてしまった。ナーフが釣れちゃったもんだから。困って困って。ナーフ釣れちゃったよ。やっぱり下の方行くとやっぱりナーフだな。しもらないでしょ、はい、普通の水の調整だと。ここ俺の全くしもらないもん、うん、無理やりしもらしてるけどね。無理やりしもらす、うん、俺の仕掛けはそれができる仕掛けだから。あ、無理やり、え、無理やりしもらせる仕掛けなんですこれ、うん、そういう機構がついてる。あの親浮きの上に重りをつけて、そうそうそう、それを浮きの近辺にやって沈めていくっていうやり方なの、うん、風よけ、うん、これ風よけじゃなくてこういう時にも使えるの。なるほど、うん、これ大事だな。親浮きの上の道糸を沈めてやると、うんうんうん、絞っていくんだよ。はい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 。今日なんかその道糸沈めてこの重りでもって浮き沈めていく、うん、なるほど。それで調節してる、うん、あの重り巻くのめんどくさい。佐久間君と違ってね、育坊さんに言われたことは全部試してるから俺。ちょっとカメラ回ってるんですからね。全部試してるから。カメラはちゃんと回ってるんですから。おお、なるほどなと思って。そうか。やっぱり釣りに貪欲な人ってのはね、何でもね、あのすごいんですよみんな。聞けば必ずやるんですよ。やっぱり釣りの好きな人ってのはみんなそうだよね。やっぱり釣りたいんだよ。いやでもこんだけ自粛生活長いと浮きも、うん、あの針もね、うん、相当上手くなりましたよ。相当やりましたから。大したもんだ。でアマゾンであのバラバリ頼んでさ、もう20袋ぐらいぐらい買ってさ。俺なんか全然やってない。違うことばっかりやってる。ツイッターに上げた浮きはさ、初期のやつだからさ、あんまりよろしくないけど、結構上手くなりましたよ。ああ。でもまあ浮きは簡単でしょ。道具がちゃんとすればね。そうそうそう。そんなね難しいもんじゃないんだよね。みんなが言うほどと思うんだけど。ルーターがセンターちゃんと回ってくんないとやっぱ色もうまく塗れないし、うん、だからこのセンターがね、あの機械でもって頼ろうとしても無理、うん、やっぱりね足も丸じゃないしね。で機械をセンター本当に出したらまあ50万出さないとダメかな。いやだけどあの育坊さんのあのなんだっけ小型旋盤で十分ですよ。そう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 。だあれは結局調整しながらねセンター出すけど、本当に何でもパッと出るんだったらやっぱり機械50万出さないとやっぱり無理だろうな。僕ダメだったからね、ルーターちょっといいの買ったんですよ。ああなるほど。で梅沢さんに聞いたらね、うん、小型旋盤で結構うるさいですよとかって言うから音が。そうね、うん、ほんでルーターのちょっといいの買ったんですよ、うん、ただ芯あの回転はいいんだけど、うん、あのあんまり回転が遅くならないんですよ。そうそう、だからルーターの悪いとこはそこなんですよ。でねトルクがないんですよ。そうだから色塗るときがね、うん、指で押さえながら やるとね、今度ちょっといいの買いすぎちゃってね、安全装置が働いて止まっちゃうんですよ、ね、うん、止まっちゃうでしょ。だからね、あのやっぱりルーターのモーターだとどうしてもトルクがないんでね、そういうに使ったときにちょっと不備が出る、うん、俺も最初はルーター持ってたんだけど、やっぱり高いの買ったんだけどやっぱりダメだったんだよな。ほんでね、メーカーに聞いたらね、うん、それはモーター自体を変えないとダメですよね。そうでしょ。なんだかんだ言ってもう小型旋盤最初から買っときゃ、そうそうなのよ実際、うん、
ルーターとやっぱり使う用途が違うんだよね。そうですよね、うん、やっぱりそこは無理がある。まあ、機械屋さんはね、そのように使ってくんなくちゃダメだよすよって言われるのはうちだから。確かにねって感じだよね。有名なさんとこ電話してどうやってやんのどうやってやんのって聞いてたあの人も親切だから教えてくれるから。なるほど。何じゃこの魚、うん、タナゴだね。それはタナゴ、うん、上浮いてんの。メダカでしょあれ。ちっちゃいの？銀色みたい。あれメダカだよ。メダカか、あとは片足いるのかな。さっき俺のところもねメダカ通ったよ。はい、騙された。誰に？タナゴだよ。タナゴだよ。タナゴと思えば。何も当たんなくなった。うん、当たんなくなったね。多分マルキシいないね。どっか動いてみます？俺知らないんだけど、あと場所。うん、俺も牛久あんま知らないの。だからまあ西八田だ、西八田でも釣れるわけなんだけどね。うん。上流の方だっつったかな。上の方だっつったな、前聞いたのは。一箇所真冬に釣れたことあったんだけど、なかなかね。それが今釣れるかって言ったら、うん、そうそうそう、だからそれはもう行ってのお楽しみぐらいしかないから。タナゴの釣りの場合はやっぱりポイントいっぱいしてないとね、うん、なかなか行動的に辛いとこある。釣れないかったりするとね。帰るのかな。荷物片付けてるような気がする。帰るっていうことは釣れてねえとか。あとはお腹いっぱいになったと。ほら片付けてる。やっぱダメなんだろうな。ちょっと同じなんじゃないかな。こっちが移動しようよって言ったのと同じなんじゃないかな。それは分からない。まあ腕の差ありますからね。さっきのおっちゃんみたいな。逆に言うと、あそこで釣れないのにここで釣ってるんだから大したもん。確かに。まあ、メンツ見たら一流ですからね。あ、スパーさんを除いて。ねえ。何の一流かによっても変わるし。やっぱり。一流というのはいろいろあるんだから。俺なんか我流だから。自分流だね。サクパーみたいに重りバランス悪いのにそのままやってられるっていうこと自体が俺には理解できない。絶対俺も巻き直すよね。そのうち沈むかなと。そのうち沈むか。そうね、巻き直せばいいんだろうけどね。俺も巻き直す。それはね、豆さだからね。そうなんだよね。俺からしたらもうナンセンスなんだよ。うん、俺も人のこと言えないな。人のこの仕掛けも巻き直そう、巻き直そうと思ってるんだけど、ずっとその。こうなったらじゃあ餌でかくしようか。餌で沈めるか。餌で沈めて。で、エラ見だけなくなったら浮いてくるってか。ね、どうも物臭でいかんな、俺もね。ちゅうか、いっぱい釣ろうって気がないからなんだろうね。うん。多分。一匹釣れりゃもう満足だって言ったもんね、最近。釣れればいいんだよ。顔さえ見れれば。あ、いい。まあ釣りってどっちかですよね。うん、すげえもうものすげえ釣ってやろうと思ってる人と、
いや、それも最初はみんなね、いっぱい釣りたいわけですよ。そう俺も2年ぐらいはやっぱりいっぱい釣ろうとしていろいろ回ったし、一人でも毎日のように回ってたし、正直言って毎日やってたかな。まあ、新しい仕掛けだとか新しい竿だとかあるとね、ちょっとそれで、うん、あのやってみようかなっていうぐらいでね。やっぱりそ釣れないと悔しいじゃないですか、うん、だからやっぱり上手くなるには釣るしかないわけだから、うん、でいろんな場所行っていろんな条件で、それのおかげでまあ大概のところで釣れるようになったんだけど、ひどい時は二連川なんか毎日行ってたもんね、火災から3時間近くかかって下の道で毎日行ってたな。で来年の 1,2,3 月は俺毎日ハンガー行こうかなと思って。ああなるほどね。いいんじゃないですか。近いもんね、30分で行くじゃんからね。そうだね、まあ、ハンガーも面白いけど本当は公園の方がいいんだけど、うん、ハンガーはあのなんていうの、魚が大きいから、まあ大きいのもいるからね、簡単なんじゃない。そう、大きいのもいるからね、うん、上面で小さいんで下で大きいのだから。でも昔より釣れなくなりました、あそこも。ああ言ってましたね、うん、あの石川さんが10年前の10分の1だっていう。そうかもしれないね、10年前ぐらいだったらあそこで10足釣れてたから。うん、言ってた言ってた、それ10足、うん、靴じゃん。そう、靴が釣れちゃった。確かにね、俺も午後からちょこっと行って大体1足は必ず釣ってたからね、うん、ちょこちょこってやって1時間ぐらいで釣ったかな。あれも小屋のおかげなんだけどね、うん、小屋が相当入れてたから、あの当時は何万と入れてたからね、毎年。小屋の魚はどっから持ってくるの？あの昔は白水湖。あ、へえ、ヘラの池ね。そう、あそこはね、あのジャミで、うん、あのタナゴを取ってくれというところなの。で釣りはしちゃダメなんですよ、タナゴは。そうなんだ。それがね、あそこもいなくなっちゃってから、うん、ダメになっちゃってからノーマンから少し取るようになったんだけど、うん、前は本当白水湖で持って、まあ、何万と入れてたんですよ一日。まあヘラの池だからね、うん、もう腐るほどいたし、ジャミだからね、結局あれいねえ方がいいわけだもんね。そう、持ってってね、一日それかけて取っちゃかけて、取っちゃかけてやってたから、だからそれが水元に相当入ってるから、それができなくなってから釣れなくなったんだから、やっぱりやつらあの貢献度は高いんだよね。釈迦が持ってるあの黄色いポリタンクあるじゃないですか、うん、軽トラに、うん、ああいうので行くんですよ。あ、そうだよ、死んじゃうもんね、うん、あれに水入れてね持ってきてたんだ。ヘラやした頃何回も行ったな、あそこも釣れる池なんだよ。なんかね、ヘラはね、結構まあ大きくはないんだけど。そうなの？行ったことはないんだけど、俺も。ただ、タナゴは釣りはしないでくれって言われてたっていう話だから、うん、なるほど、つった。ちょっと不便なところにある。そうなの、うん、あ、そうなんだ。どこの辺にあるんだかも知らないんだけどさ、相当昔だから俺も忘れちゃったな。何県なの？茨城？茨城だと思います。確かにね、あそこは ずっとあそこだもんな、白水湖だから。筑波に近いんじゃなかったかな。あっちか、ねえな、あ、筑波の方か。なるほど。でもああいう池もヘラの人口が減ったらタナゴにくれがえしてくんじゃないの。本当にもうヘラの釣り堀も結構もう廃業してやめてますよ。そうでしょ、減ってますよ。だって人口どんどん減ってきてるからね、うん、だからね、今あのヘラがでかい釣らしてるけどタナゴに変わるよ、ドーマンも。
事故りで経営できなくなるでしょ。なんだ俺が入ったヘラバナの会もあのみんな死んじゃって人がいなくなった。そうそうそう、みんな結局そうなるのよ、うん、みんな結局団塊の世代ばっかりだからみんないなくなりますよ。なんか葬式ばっかり言ってたよだって若いのが少ないんだからヘラやってるのが。だからもう多分50過ぎてもずっと一番若手だもん。そうでしょ、うん、だからヘラ若い連中にヘラやれててもなかなかヘラはやらないよな。そんで忘年会 で年寄りに下の毛はどっから白が生えてくるのとか聞いててさ会話がひどいよね薬はこういうのがいいとかそんな話になっちゃう、うん、でそのうちみんなあの脳梗塞とかなんか やって心臓悪くして飲めねえから菊池やるとかそうそうなっていくんですよ。それでも釣りの好きな人はね卵に変わっていくんですよ、うん、うちにも言いましたもんヘラの道具全部あのタックルベリーに売って、うん、その金持ってきた人がいますもん、うん、人それちょうだいってもうヘラはやめたって。もうそうなるよね釣り自体がそうかもしれないから、うん、ちょっと俺あの人に聞いてきますね。え誰あそこの人まだいるの。今片してるからさ、ああ釣れなくて帰るんだから。ああそういうことか。いやお腹いっぱいになったんじゃないの朝から来てるからね。いや分かんねえか。そういう時言うんだよ、あれこっちの方が釣れますよって逆を言っとくがない全然、うん、でほらサクパちゃんも最初の1匹だけだったでしょ。最初の1匹だけでしたね。そうなんだよ、たまたま良かった。そういうことです、うん、あ日が陰ったこのぐらいが一番いいね。これ楽っす、うん